じゃあこんにちは。はい、さあ豊さん、はい、今日は中日の話題です。お中日、はい、和田コーチベンちゃん、はい、就任ということで、はい、はい、おめでとうございます。いないのに、いないのにベンちゃんって人がいいからね、出てるんですね。いや本当に人がいいから、はい、まあいいコーチになるとは思うけどね、はい、うん、ただ初めてでしょ。そうですよね。だから力まないようにしないとね。和田さんといえば、まあ、西武にキャッチャーとして最初入り、はい、そうそこから外野手になり、はい、そして中日に来てという、はい、まあ、その中で首位打者も取り、はい、ね、ホームラン、数多いホームランを打ったというね。通算319本塁打、はい、あ、右のスラッガーとして活躍する、うん、まあ、アベレージも残せたというね、はいはい、ただもうあの発言ですごく興味深いことを発してらっしゃって、はい、理想は教えない、はい、まあ、教えないというのか、こう打ちなさいと言わない、だけどその選手に合ったバッティングに導けるような指導が理想ですと。まあ、ベンちゃんもいろいろやっぱりね、はい、引退してからいろんな人と話しながら、うん、コーチということ、はい、まあ、監督ということ、はい、まあ、いろんな勉強はしてると思うんだけども、すごくいい言葉だよね、はい、これね、コーチが一番失敗するのはやっぱコーチとしてグラウンド立った時に何か言っとかないと仕事してない感覚に陥る。だから選手と絡んどかない。でも勇気がある人っていうのは一線遠くから見てるんだよ、うん、で何も言わない、はい、でいいところ悪いところを自分の頭の中にインプットしといて、それで困った時にワンポイントで直すんだよ。こういうことができるコーチっていうのがすごく優秀なコーチでね、うん、で間違えちゃいけないのは、球団関係者で素人の人がいたら何にもしてないかったら何にも喋ってないとか、はい、そしたらね、あいつは何の仕事もしてないじゃないかっていう感覚で見られるっていうのが一番困るんだよ、はい、コーチは、うん、でも優秀なコーチって本当喋らないから、余計なことはでワンポイントで直す、はい、で小谷さんっていうね話をこの動画内でもないつか撮ったと思うんだけど、で小谷さんっていうのはなぜあれだけの間長い期間コーチができるかっていうと、やっぱずっと見ながらワンポイントで直すんだよ。だからね、コーチによってはいろいろ上をこうしろ下をこうしろ、ね、顔をこうしろとかもうぐっちゃぐちゃにするコーチもいるんだけども、で最終的に何が残ったかって何も残らないいうのがあるんだけども、でもまあベンチャーの言葉を借りるとすれば何もやらない、うん、ね、何も教えないで、まあ、ワンポイントでおそらく困った時にどうやって打ってもいいから、その特徴を生かして自分たちがやってきたことをやりなさい、はい、その代わり悪くなったらワンポイントで直すよっていうことがやっぱもうベンチャーの頭の中では構想としてあるんじゃないのかなと思うよ。そうですよね。ただ一から触らなきゃいけない選手もいるよ、もちろんね、はい、ただそういう選手は一軍にいないから。あ、まあ、二軍とか一軍っていうのはある程度出来上がった人、うん、ある程度分かってる人が来るから、だからそれを一生懸命やってるところを見ていて教えていくという、ね、うん、だからベンちゃんがユニフォーム着てる時とやっぱこう今の理論っていうのはこう違ってきてるしね、バッティングの理論もね。だからそれもやっぱりベンちゃんというのはおそらく勉強してたんだと思うよ。だからそういう言葉になったと思うんだけども、はい、初めてユニフォーム着るっていうんでちょっと心配だったんだよね、まあ、ベンちゃんとは一緒にアテネとか一緒にユニフォームを着てね戦った時もあったから、だから、まあ、初めてのコーチユニフォームを着るということでちょっと心配してたけども、でもそういう言葉がねあるんであれば、ああ大丈夫だなと思うよね。やっぱり中日はそのバンテリンというあの広いどうも使っているので、うん、やっぱりずっと言われてたのが打つだっていうところも、まあそうだね、ずっと言われ続けてる中で、じゃあこの選手こうした方がいいとか、この選手はこうした方がいいっていうことですよね、うん、きっとここにっていう。でも例えば自分の理想コーチも持ってるよね、バッティングとしての、はい、でもそれを押し付けても良くないし、うん、ね、で今まで散々ね打つためにはこうだああだこうだああだとかいう人たちを見てきてるんだと思うよ、中日で。だからそれと違った指導をしたいっていうのはやっぱあるんじゃないかなっていうふうに思うよ。それをそれで本当バッティングだったりとか選手生命みたいなものを断たれた選手もやっぱり多い、まあ、中にはいる、まあ多いというか中にはいるかも。だからコーチング一つで変わることもあるし、はい、ね、自由にしといて
ワンポイントで直していくっていうね、まあ、それはもう理想だよね。そうですよね、うん、だから理想通りになればいいけどね。あ、そうですね、うん、途中でなんかやっぱりね、こう、うん、まあそれはもう仕方ないことだけどね、はい、で、秋野選手に関しては、はいはい、最低ノルマ20発というのもおっしゃってました。まあ20発は僕、俺は打てると思うよ、秋野、うん、はい、あのパワーを持ってすれば、うん、ただまあベンジャーも言うだろうけども、やっぱ外のスライダー、落ちる変化球、これにいかに我慢をできるかどうかだよね、うん、で普通にやっとけば20発ぐらいは軽く打つよ、うん、ただそこに引っかかり出すと、もうなんていうの、打たなきゃいけないという気持ちが焦っちゃって余計に手を出してくる。それを最初からあ、ここは打たないんだっていうことを分かっとけば、はい、ピッチャーもそこを投げれないわけだ、うん、ボールになるわけだから、だからそこら辺をやっぱレクチャーをしながら頭の教育をした方がいい。でもキャンプの時から外国人選手、新助っ人に対してそういうことをアドバイスしたりとか。いや、もちろんもちろん、この球は打たない方がいいとか、うん、そういうことをレクチャーしていくってことですね。まあそうだね、だからまあその紅白戦がありオープン戦がありって、はい、まあそういう時に植え付けたいよね、そういう意識はね、はい、だからそうなってくるとやっぱ秋の20本打たせる、うん、打つよ。おお、楽しみですね、うん、多分打つと思う、うん、でもどうなんでしょう、まあ、来シーズンから立浪監督がその和田さんを一軍の打撃コーチで呼んだっていう、そこに至ったっていうのはどういう心境でやっぱり和田さんにっていうのがあったんですか、ね、やっぱアベレージも残せて、はい、あのホームランも打てるという、うん、でまあ、足はその OB ということ、ね、はい、だから、まあ、OB っていうのはさ、まあ、DeNA が OB をいっぱい入れたじゃない今年、はい、ね、選手も伸び伸びやって、やっぱ相性が違うんだよ。だから成績というよりもそのやっぱこの選手をどうかしたい、この選手をもうちょっと底上げしたいとか、はい、そういうことなんで、うん、だからいい方向には俺は向くと思うけどね。おお、まあ楽しみというか、本当にバンテリンでの戦い方だったりとか、まあその思い入れとかもあると思うんですけれども、まあ、プラス例えば去年入ってきた鵜飼選手だったりブライト健太選手だったり、そのあたりのバッティングへの期待だったり、どういうふうにこうしていくのかなって、それが楽しみだよな。だからまだそう見てないから何とも言えないけども、ベンちゃんというのはどちらかというと上から叩く、もしくはレベルで振りたいバッターなんだよね。でも鵜飼とブライトっていうのはどちらかというとちょっと煽りなんだよ。だからそれを分かってるからね、好きに打ちなさいって言ってるんだ、うんうん、だから打ったことのない感覚なんだと思うよね、ベンちゃんは、はい、だからこう煽って打つなんて、うん、もう大体もう上からこうボールをこう潰しに行くタイプのバッターだったから、はい、ちょっとバッティングの質は全然変わるよね、うん、まあ、変わるけど、だから見ながらやっぱこうなったらこいつは打てる、こうなった時には悪いっていうのはその見極めはちゃんとしてくれると思う、ベンちゃんはね、うん、あ、じゃあそこも楽しみですね、鵜飼選手ぐらいだけ、うん、だからその自分のバッティングを押し付けないというね、うん、まあ、そういうことはもう腹から言ってることだし、だからそのベンちゃんもコーチもさ、全部分かってるコーチなんか絶対いないわけよ、うん、こうやりながら勉強していって自分の感覚に取り入れていって、うん、あ、こう教えた方がいい、ああ教えた方がいいっていうのはまあ本当に今頃やってるんじゃないの。休みの中も頭の中をシミュレーションしながら、はい、あ、鵜飼っていうのはこういう風になるからこういう風な感覚っていうのを教えておいた方がいいなとか、はい、あ、そしたらこういう練習方法をやらせたらいいんじゃないかっていうのはもう頭の中構想はあると思う、うん、あとは例えば、うん、木下選手であったりとか石川選手であったりとか、そのあたりのこう、まあ、指導ではないですけど、どういう風にこう捉えていくのかなっていうのも楽しみだな。まあ、そうだな、まあ、ある程度技術があったりだとか、まあ、木下だとかね、うん、まあ、そういうのはそのどう考えていくのかとか、打席でどういう方が、まあ、こういう場面だったらこのピッチャーはこうって、まあ、そういう段階だよね。で、まあ、石川はちょっと違うけども、うん、だから石川と話すと思うよ。だどういうバッティングをしたいんだっていう、うん、だからこういうバッティングをしたいと、じゃあそのためにはどうすればいいのかっていうことも考えるだろうしね、うん、だから押し付けるというよりも、もうマンツーマンのコーチが一人でいるという感じだよね。あ、うん、でも指導ってそうじゃない、はい、だから個性があるしさ、うん、自分がやってきた打ち方をやりなさい、そしたら打てますよって。いや、あなたはね、
ここが強かったからその打ち方で打てたかもわからないけども、うん、私には打てませんっていう人はほとんどだと思うよ、うんね、だから小さい時に培ったものっていうのはなかなかやっぱ変えられないんだよ、はい、やっぱその人が持ってる体の使い方だとか筋力だとかスピードがあってそこに到達してプロに入ってきてるわけだ。そんなに変えちゃいけないもんなのよ。だからその中に感覚的により確率のいいもの、はい、より遠くへ飛ぶもの、うん、そういう形をちゃんと教えられるコーチだというふうに俺は思ってるけどね。じゃあ来シーズンちょっとあの野手陣 の、 その打撃っていう面でその和田コーチの教えとかがどんな風にこう表に出てくるのか、それがすごく見るのファンもそうです、まあそうだね、楽しみですね。ただね、うん、言っとくよ、はい、バッティングっていうのは時間がかかる、うん、一つのものを得るってそれはね、コーチがかかってはい、ああこういう感覚ですか、ああじゃあ打てますよみたいな、そんな簡単なもんじゃないしね。だからこのご覧になってる方、いやじゃあ俺が言ってるから、うんね、和田コーチが入ってるから、ね、すぐあ来年期待できるなっていうことはそんなことはない、はい、やっぱりこう徐々に段階は踏んでいく、うん、それと難しいのがベンチャーにこれ伝えたいのは一つのものを掴んだなと思うところから結果が出なくなったらすぐ変えるからね今の子たちは。あ自分で、うん、あーじーっとこれで忍耐と思って、はい、あこれはもう間違いないと思って変えないやつっていうのはいない、うん、大体変える。だから難しい。そうですね、難しいよ。やっぱり一回掴んだ、あこのまま今調子は悪いだけ、ね、これが抜けたらまた同じ形でやればまた打てるって思ってるところをえっいつ変えたんだみたいなことが起きるから、うん、その時にはしっかり話し合ってほしいなと思うね。コミュニケーションも大事にしつつっていうところですよね、うん、だから信じるものができるんだよね多分、うん、打てる時って。でもそこから変化した人はものすごく時間かかるし成長に。でもそこを耐え切って自分のものにした人はやっぱすぐ結果がより早く出てくるから、うん、だからそこら辺も話をしてあげてほしいなっていうふうに思うね。そうですね、はい、まあ、来シーズン新しくね、いや楽しみですよ、はい、誕生ということで、あのベンチでの姿もちょっと楽しみ。いや ベンちゃん明るくて盛り上げるからああ見えてそうですね、あだから楽しみよそれもね、はい、はい。